こんにちは、あわわです。今日はですね、僕のこの HDD が壊れましたので、これ修復してみようかなっていう動画です。というのもですね、壊れたって言ってもこうよく HDD で故障っていうとこう落としちゃってデータ消えるとかだと思うんですけど、僕の場合はこの接続部がちょっと分かりにくいと思うんですけど、刺さらなくなっちゃったんですね。この接続部のもし故障であれば、この中を取り出せばデータは多分生きてるわけじゃないですか。だからまだギリセーフかなと思いまして、いろいろ調べると、このいわゆる HDD の中身はこれなんだと。これちょっと見えますかね。これが中に入ってるだけなんだと。この中に、なんでこれをの中身を取り出せればこれが入ってるんで、これをこのなんかわかんないですけどね、このこれを返して、まあパソコンにつなげるぞとってなれば、データは、パソコンに移行できるんじゃないかなというわけでございます。で、まあ開けてみないとデータまだ入ってるかどうかもわからないので、まあ、とにかくやってみないとっていう感じでございまして、まあ、どうやって開けるかって言ったら、もうシンプルにこうマイナスドライバーをこの隅四隅に突っ込んで中を開けるっていうような、やり方っていうのをネットで見ました。なんで早速やっていきたいと思います。まあ、一回これ開けますわ。これをね、一度開けます。よいしょ。これの中身をまだ見てないんだよね。なるほど。なんか、USB ケーブル的なやつ。あ、で、あれですね。アダプターですね。が入ってるわけでございます。なるほど。これだけしか入ってないんか。じゃあ、なるほど。多分、この中に入ってるやつに、これが接続できるってわけですよね。はい。これがドッキングできるってわけだと思います。で、この USB を介してパソコンにつないでいこうよという、ことでございますので、ちょっとこれをワーバー先輩に、渡しておきますので、ちゃんと持っててくださいね、ワーバー先輩。さあ、で、ここから本題でございまして、この、マイナスドライバーを使って、こじ開けていきたいと思います。できるかな？よいしょ。この辺でやりますか。マイナスドライバーこれか。これをとにかく、こういうことですよね。ええー、怖っ。これを、不器用なんでね。お、今起きましたね。お、バキッとは言ってますけれども。お、もう早速いい感じで、なんか、取れてってる感が、おお、いい感じだと思いますよ、これは。おいで。ん？合ってるのか、やり方は。でも、ここよね。この部分。怖いなぁ。ちょっとこう、相手はいるんですよね、こう。でも、開いたとて、ね。分解方法なんてね、もう乗ってるわけないですもんね、この HDD のメーカーに問い合わせもできないですもんね。こっちからもいけそうやぞ。いてて。どうでしょうか。いて。そうなんでしょうけどね。もう一本使え的な、もう一個マイナスドライバーがあるので、それで、お、中が、ん？中を見たけれども、先ほどのパッケージに書いてあったような、銀色のものは見えませんでした。あれま。あれまですけれども。見てて。なんのかな？
これ一本刺しときながら逆サイドを攻めていく。お、出てきてはいるが、でもこれをやってる間に HDD が破損するというね、もう元も子もないことも起こり得るんですけれども、どう保護されてんやこれ。困ったな。浮いて、このまま取れたらいいんやけども、ここに一回別のドライバーをキープ、ここにキープ、ここにキープさせて、もうこういくしかないよな。いや、お、どうでしょう、これ勝って、これはどうだ。お、行ったか、行ったっぽいぞ。このね、ラジカセみたいになってる感じ。うん、うん、いました。銀色、おーおお。今ので破損した可能性あり。やっぱり雑が一番良くないですね。思いっきり机から落ちましたね。最悪や。これで、なるほど、これで元通り。うわ、今ので破損はめちゃくちゃ可能性としてあるな。え？ただ、え？うわ、守られてますね。多分この中にあるんでしょうけど。うわぁ。でもドライバー。プラスドライバーがある。これは、いやー怖いなー。今ので全部アウトな気がする。うん。無理だ。このドライバーじゃ無理だ。うわぁ。これは怖いなー。だいたい1テラぐらいのね、データが入ってるんですよ。音楽だったり、今まで撮った動画だったりが。それが、おじゃん。それは辛いぞ。ですので、で、これね、業者に持っていくってな、業者に持っていくっていう手もあると思うんですけど、やっぱね、めちゃくちゃ高いんですよね。復元とかになってくるということで。なんで、で、僕の場合は多分データは残ってて、ね、外海が壊れてるだけなんで自分で直せるやろうと思ったんですが、ここのドライバーの止まり方がちょっとやばいな。福坂の部屋からですね、タフネスなドライバーを持ってきたんですが、これのちょっと小さいかな。このドライバーがはまればいいんですが、出てこい。言えばこれのドッキング部が出ないと意味ないんですよね。それが出てこないとっていう状態で、うん、外れでした。外れでしたけれども、こっちってなんだ、もうここになかったら終わり。ここにこれの刺さる部分がなければ終わりです。いけるでしょうが、さっきの衝撃でどちらにせよ意味がないのか。さあ来い、来い、来てくれ。いきます、せーの、ドン。うん？え？え？嘘だろ？
ええ、あ、ここ、おっと、これを抜いたら出てきた、あぶねー。そしてドッキングできるのか、ラストここ、いやー怖かった。できたー、できたー、あぶねー、できたー。さあ第一ステージはクリアですが、この僕の HDD ちゃん、僕はこれピンクフロイドと名付けたんですけどもね、ピンクなんで、このピンクフロイドがデータがあるのか、データが生きてるのか調べたいと思います。さあ準備が整いました。まずはこの機械の電源を入れる。つく、お、聞こえますか、 HDD が動いてる音はしてます。そして最後にこの USB を僕の Mac に挿す。ピントが合わない。そして僕の Mac 認識するかどうかの勝負です。行きましょう、ドッキン、よし、どうだ、出た、出た。ピントが合わないが、なるほど、ピンクフロイドという名前での認識はないが、あ、そうか、 USB 自体が違うからか。出ましたー。さあ中身、中身があるかちょっとお待ちください。うん、今開けるとこの画面が出たぞ。どういうことだ、しばしお待ちを。はい、というわけでですね、まあ、Mac ユーザーの方は逆にこの馴染みのあるであろう .exe、 これやっぱり皆さんご存知の通り Windows の拡張子ですよね。 Windows の拡張子、まあ、どういう経緯で Windows の拡張子になってるのかわからないですが、説明書を、読んだところ、Mac 非対応、Windows のみというですね、ところにぶつかりました。で、やっぱこう見てるとね、この Amazon チョイスで出てる変換ケーブル、これ見ていただいたらいいんですけど、ここですね、XP、Max、OS などの環境に対応しております。これ買わなあかんかった。ちなみに640円、さっきのやつ僕2000円ぐらいしたんですよね。あー、こういうのになるよな。うん、なんでちょっとね、まあ、多分生きてるだろうっていうことは分かってよかったかなと、思いますね。この EXE を Mac で開く方法もね、なんか EasyWine みたいなのも調べたらあるんですけど、まあ、余計なソフトウェアをパソコンに入れたくないっていうのもあるんで、ここまでというような状態ですかね。またこの、すぐこの Amazon でさっきのやつ買おうと思うので、それでまたデータあれば、この動画の最後にでも載せたいと思います。いや、いろいろあるね、HDD。大変ご無沙汰しております。アワーです。というわけで、前回の動画の続きになるんですが、届きました。なんでこれで早速つけて、僕の HDD の中身が生きてるか確認したいと思います。はい、つながりました。ここに僕が分解して出したこの HDD をつなげていきたいと思います。頼む、行きましょう、ドッキン、来た。さあ軽く点滅している、パソコン点滅している、点滅している。さあパソコン認識あるか、これは違うんですよね。ビデオマンではないですね。来た！ハレルヤ、カリフォルニア。来ました！来ました。これで前回は EXE のファイルで開けれなかったが、中はどうだ？ほっ！はっ！はい！
今回もまさか今回も EXE ファイルでございます。というわけで、今回新しく、MacOS に対応した、こちらのケーブル買ったんですが、中身はこちら見ていただいて分かる通り先ほどと一緒の EXE ファイルでした。 Mac では開きません。これはどうすればいいんだろうか。なんでこの HDD 自体が Windows 対応みたいなことなんですね。メイドインフィリピンなんですね。ちなみにこの HDD はそれは今初めて知った、情報ですね。フィリピンですね。はあ。なんでもどうあれ Mac で EXE を開けなきゃいけない。いろいろあるね。HDD。今までのことをおさらいしますと、まずこちらの HDD の接触部分が壊れ、そこからこちらを取り出しですね、これにパソコンに接続できるようにコネクタを買いました。ただ EXE という拡張子で開かない。でこの説明書を見ますと Windows のみ対応だったというわけ で新たに MacOS 対応のこちらを買いました。でこれでパソコンにつなげたが、拡張子は EXE Windows のみ対応の拡張子で開けることができませんでした。はい。で今こうして僕はもう途方に暮れてるわけなんですけどもね、今僕ができること、それ何かって考えた時にやっぱりこのビールを飲むことでした。はい。非常にねこの気分が穏やかになって、少し落ち着いてるんですけれども、先ほどのね、動画でも言ってるように、EXE を Mac で、解凍する方法はあると。EasyWine というですね、ソフトを使うと EXE を、Mac でも、まあ、開くことができるっていうのが、まあ、ネット上にいろいろ載ってて、今 EasyWine をダウンロードしたので、ビールを飲んでちょっと落ち着いたので、今度こそ EXE ファイルを開いて、この中のデータを取り出したいと思います。はい。というわけで先ほど言ってた EasyWine というねソフトをダウンロードしました。もうこちら見ていただければ分かる通りこのフォント感がねまさに Windows ですよ ね。だからこれで Windows の拡張子が開くよというわけなので、さっきこのですね僕の HDD を開けまして、こいつですよ、僕をずっと苦しめてた EXE、 こちらを開けていきたいと思います。このアプリケーションで開くでございまして、まあ、この EasyWine64 で開けていくわけですね。さあ来ましたね、検証中と。まあ、この画面は出ますけれども、この画面ですね出ますけども、まあ、開くと。お、今動きましたよ、この子が。さあ、何かが出ている。なんて書いていますか。エラー。パスワード認証前のドライブがありません。ギブアップでお願いします。まずですね、ここまで、動画が長くなってしまったことをまず謝りたい。すいませんでした。いやー難しいですね。だからやっぱり余計なことしちゃダメですね。ね、もうそのメーカーが用意したまま使いましょうね。もう自己責任でもちろんこれはお願いしますって、もうもちろん推奨はしないですけれども。
ね。ここまで長くなるとは思ってなかった。いやー、まあ結果的に言うともう復興は無理でしょう。ですので皆さん、そのまあ1テラぐらいのデータを私は失ったわけですけれども、こうどう思えば、まあ慰めのコメントぜひお願いします。どう考えたら、ああまあまあええかって思えるか。このままですともう僕はこのビールとの共に、ね、日々を過ごすしかなくなってしまうので、皆さん助けてください。まあここまで見た人も少ないでしょうけれども、ここまで見た方、この非常に長い戦いご覧いただいていた、いかがだったでしょうか。僕的には非常にドラマティックだったなと思うんですけれども、いやー、いろいろあるね。HDD。